こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日はちょっと最近問い合わせが多いので、対面相談と勉強会についての案内というか解説というかをしていきたいと思います。仏壇ごと .com ではもともと沖縄県内で仏壇ごとに関するもの、行事だったりとかっていうセミナーとか講演会をやっていたんですけど、コロナでこういうのが一切開催できなくなった時に、その今まで受けた受講生の方から問い合わせとか受けていたので、それを動画にして、URL をお知らせするっていうところからスタートした YouTube です。で、それから YouTube の方が、どんどんやっぱりコロナ禍で、登録者数が増えたりとか、こういうのを知りたいっていう皆さんのコメントとかで、だんだんパワーアップをしてきてですね、何年か前から、ちょっとコロナが落ち着き始めた頃から、対面相談っていう直接の相談っていうのを開始してます。で、勉強会については、もう今年、2024年1月からのスタートで、実は1月まだやっていないので、これからのものなんですけど、もし、動画だけ見ても、なんかじゃあ、うちのパターンはどうなんだろうとか、コメントだけでは少し、やり取りがしづらいんだよねとか、公式 LINE はもちろん無料なので公式 LINE でも OK なんですけど、やっぱり系図とかも実物を持ってる方っていうのは実際これを見ながら話をしたいっていう方が多いので、対面相談っていうのを一応設けてあります。で、これ毎月10枠を基本に一応調整してます。10枠ない時もあります。で、予約順でどんどん埋まっていきます。平日だいたい10時から12時っていうのが平日も土曜日はあんまりないかな、日曜日とかっていうのもあるんですけど、ちょうどこの動画が、公開された時間に公式 LINE で2月の対面相談の日程を連絡してあります。で、1月まだ、1枠残っていたんですけど、ちょっともう1個追加してくれないかっていう意見があって、あと1日相談の枠を増やしてあります。で、2月は日曜日と平日とっていう感じなんですけど、ちょっとこれ新しい試みでというか、2月はちょっと新しい試みなんですけど、今まで10時から12時、だいたい基本10時から12時の2時間枠なんですけど、13時から15時っていう枠が2つだけ、ありますので、もしこの時間を希望するっていう方は早めに予約順なので、早めに連絡をいただければと思います。で、受付はもう公式 LINE です。LINE やってないので、電話でも受け付けてくれないかとかっていうお話もあるんですけど、事前にどういう内容ですかとかっていうのを聞き取りをしないといけないので、公式 LINE で受付をしています。で、LINE ができないっていう方は、なんかお子さんに頼んで、お子さんから申し込みしてきたりとかっていうのもありますので、ぜひ、公式 LINE でお願いします。で、料金は2時間6000円です。で、これ最大3人までの1組ってなってるんですけど、例えば全然関係ないメンバー、例えば友達同士3人で来られると、3つのお家で、3つのお家のことを相談しないといけないので、ちょっとそれが厳しくなっちゃうかなと思っていて、なのでどっちかっていうと、親戚同士とか、親子とか兄弟とか、いとこ同士とかの方が、スムーズかなと思います。で、これ3人。もし、5人とか6人とか、兄弟全部話したいっていうんだったら、ちょっと別料金で対応させていただく場合が多いので、まずは相談してください。で、対面相談については、内容、皆さん何を、内容をやってる方、家系図の話はもちろんなんですけど、行事のやり方とか、あとは考え方、いろんな、どうやってこれを取り組んでいったらいいかとかっていうのが大体主なんですけど、時々恋愛の相談とかですね、引っ越しの相談とかですね、仕事の相談とかっていうのもあります。これは、あくまでも私たちの考えと、この家系図とかの話を状況を聞いて、今こういう状況が起こってるんじゃないかな、こういうふうにやったらいいんじゃないかな、みたいなのを少しお伝えするぐらいなので、メインとしてはこの辺かな、っていうふうに思ってます。これが対面相談。対面相談は今のところ沖縄市の高原でやっていて、駐車場も無料駐車場がありますし、机を挟んで、ここに相談者の方がいて、ここに私がいて、こっちに夫がいるみたいな感じでやってます。で、これが対面相談っていう感じですね。で、毎月だいたい10枠埋まってます。
時々一枠ぐらい空くかなとか、キャンセルがヒリヒリで入ったりとかしてやるんですけど、大体予約通りほぼ来ます。で、勉強会に関しては今月からなんですけど、これ予約順で申し込みしてます。これも公式 LINE で受付してるんですけど、テーマはこっちが決めてます。こっちが決めてる。で、今回この1月の勉強会に関しては、うがん仏地と屋敷うがんのやり方と考え方っていうことで、動画では解説はしてあるんですけど、実際細かい質問だったりとか、他の人の質問聞いてみたいっていう声が多かったので、うがん仏地と屋敷うがん、旧暦の、これ12月24日なので、新暦で2月3日なんですね。新暦で2月3日。で、この勉強会が1月の21日。で、残り一枠です。現段階で。で、今日この動画と公開と同時に案内をしているので、一枠なので埋まってしまうかもしれないんですけど、一応一枠、あと一枠、あと一人残ってます。1月は。で、もし興味があるよとか、ちょっと実際、対面相談はちょっとまだドキドキするんだけど、一回勉強会参加してみたいなっていう場合は、こっちの方からがおすすめです。で、これは2時間3000円なので、対面相談は個別の相談になるんですけど、勉強会は8人、要は他人がまとめて8人になるので、少し安くなってます。これは場所は、イオンモールライカム、モール沖縄ライカムですね。沖縄ライカムの中の、ミーティングルームを使うので、他の人から聞かれるとかっていうのはないです。で、飲み物も、フリーでドリンクはありますので、ウォーターサーバーとかコーヒーサーバーがあるので、それは自由に飲んでいただいて OK ですよっていうような状況です。で、この場合、勉強会の場合はお友達とか家族とかとも一緒の参加も OK。こっちも OK ですね。で、こっちはもうその人数分だけ申し込みするっていうシンプルなやつなんですけど、対面相談に関しては最大3名までできるだけご家族とかでお申し込みしてくださいっていう状況です。で、対面相談に関しては、この動画を撮ってる段階で、1月はもう1月26日の金曜日と1月の29日の月曜日。で、2月の4日日曜日は10時から12時と13時から15時の2枠。で、2月5日の月曜日、2月15日の木曜日、2月18日の日曜日が10時から12時までと13時から15時まで。2月19日月曜日の10時から12時まで。で、2月20日火曜日、2月26日月曜日、2月27日火曜日っていう10枠になってます。で、これ、もし今この動画を見て、今公式 LINE に登録して、このメールが、案内のメールが来てないんだよねっていう場合は、対面相談についてはこちらみたいなボタンが下に出てくるのでメニューで、そこを押してもらってもいいですし、対面相談の日程教えてくださいっていうふうにメッセージを送ってもらえれば、私の方が最新の情報を、この部分は手で送ってるので自動ではなくて、これで、連絡をさせていただいてます。で、対面の相談に関しては、内容は自由なので、一応事前に何人来ますか、どういう関係ですか、どういう内容を相談したいですかっていうのは LINE で聞いてます。で、その時にこれを準備してきてほしいとか、ちょっとこういうのを聞くんだけどとかっていうのは LINE でなるべくやり取りして、お会いする2時間っていうのを最大限ちょっと活用するようにしています。で、勉強会に関してはもうテーマがあるので、このテーマに沿ってだいたい1時間ぐらい私が解説をして、残り1時間補足だったりとか、質疑応答だったりとかっていうのをイメージしています。で、8人で、私と夫入れて10人なので、10人ぐらいの間隔だと、そこまでなんか大きな会場ではないので、質問のしやすさとかっていうのはあるかなと思ってるので、そういうふうにちょっとイメージをしてみてください。で、一応この勉強会とか対面相談とかっていうのの他にも、なんか、50人ぐらいで勉強会してほしいっていう依頼もあるんですけど、自主開催になるので、ちょっとこの辺は考えてます。で、この勉強会に関してはオンライン希望っていう人も実はいてですね、今回ちょっと初めてなので、すぐはできないと思うんですけど、今後オンラインで、なんていうのかな、配信とか、あとはこの時間には参加できないんだけれども、見たいっていう場合に参加できるような仕組み作りっていうのをちょっとしていきたいなと思ってるので、ぜひ皆さんもこんな勉強会があったらいいのにとかっていうのを教えていただければいいかなと思います。今回イオンモール沖縄ライカムなんですけど、場所的には浦添でもやってもいいかなとかちょっと思っているので、
ぜひこの動画の、コメント欄にこんなテーマが聞きたいとか、こんな場所で、例えば名護でもいいと思います。名護とか、例えば宮古、石垣とかでもやってほしいとかっていうのがあったら、ちょっと、意見をいただければ、それを参考に今後こういうふうにやっていこうっていうのも私たち考えられるので、ぜひ皆さんと一緒にこの仏壇ごと .com っていうのを一緒に考えていって、よりこの仏壇ごとに対しての、なんていうのかな、向き合い方、付き合い方、やり方っていうのがスムーズに、いけるようにしたいなと思ってます。ちなみに、勉強会は今回、右岸仏地と、屋敷右岸なんですけど、右岸仏地と屋敷右岸のペーパー、紙ですね。動画では紙はないんですけど、勉強会に参加した人のみは、このペーパーをお渡しして、資料ですね、要は。資料をお渡しできるので、その紙を参考にして、この実際の行事ができるかなと思っているので、これ実は前講演とかセミナーしてた時に使ってたものをどんどんアップデートしてるような資料なんですけど、それをお渡しすることになると思いますので、ぜひ、検討中だっていう方は早めに、勉強会はね、もうあと1名なんで、で、次回は一応2月に予定はしてます。で、日程までは一応決まってるんですけど、まだテーマが決まっていないので、またこれ決まり次第、公式の LINE で告知したりとか、YouTube で告知したりします。で、対面相談、勉強会についても、公式 LINE での連絡が主になりますので、対面相談はだいたい前月の10日から15日ぐらいまでには、一応翌月の、予約を開始するようにしているので、そこをちょっとチェックしてみてください。で、2月、3月、4月って忙しい時期なんですけど、逆にいろんな引っ越しとかがある時期なので、相談が多くなる時期にはなるので、ぜひ早めに、ご予約とかご連絡とか相談とかをいただければと思いますので、よろしくお願いします。公式 LINE の登録方法については、こちらの動画の概要欄に書いてあるんですけど、概要欄わからないっていう人がいたりするんですね。その場合はコメントに公式 LINE の URL 教えてっていうような感じで書いていただければ、私返信なるべくしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。